ドールズフロントライン2エクシリウム。あら、慌ただしいのね。心配ご無用よ。このグロサが慎んでお使いするわ。車両セルフメンテナンス開始。予定完了時間は08:15。吹き荒れるコーラプスストーム、気象データのエラー、地形図の誤差、任務情報の漏洩、こうも偶然が続くものだろうか。指揮官はこの襲撃に裏があると。間違いないだろう。周辺情報の提供元は購買記録によれば付近のブリーフ支局のようね。タグは一般情報、特殊なベンダーは噛んでいないわ。任務の依頼主は交渉成立時に匿名ただけ。ブリーフ総局からの斡旋よ。この任務の報酬は莫大よ。大勢の賞金ハンターがせめぎ合う中。ネットワークに接続できないから新たな情報は得られないわ。じゃあまず通信を回復させよう。夜霧を徘徊せし黒き影戦。分かった。息袋の群れが接近。殲滅しよう。了解よ。了解よ。真理と荘厳を捧げ。英語を見る国土との別れ、降臨せよ。果てなき成功、影の安寧。
セルフメンテナンス完了。車体損傷率 49%。 ネメシスとメイリンが応急処置に当たっているけど、深刻なパーツ不足により修復は困難よ。目下動ける戦術人形は私とネメシスだけ。より高いレベルの息袋が現れるか、バリアーグに追いつかれたりしたら対処は厳しい。とにかくまずは軌道基地を発進。目標は引き続き目的の座標に向かいたいところだが。なんだか、あなたが賞金ハンターになりたてで汚染エリアでの任務についていた時、こんな突拍子もない事態に巻き込まれることなんてしょっちゅうだったわ。言われてみれば、あの時とは君も随分と、いや、汚染エリアにやってきた時はまだ不慣れでね、何度か痛い目を見て気づいたんだ。自分はもう昔の指揮官じゃ。指揮官は？ブリーフシステムの基礎すら分かっていなくても。金製品の入った依頼情報をロレン政府の管理部門に送っちゃったせいで1ヶ月間汚染エリアの信号が脆弱でネットワークを。今はブリーフがいるから助かるよ。闇ネットと指揮官。そうだ、ビーコンだよ。頂上列車ドローンが折り返し後、頂上列車上空を通過した。発進だ。目標ビーコン。設備を借りてネットワークと通信システムを修復するんだ。任務完了。みんな警戒を怠らないで。安全に帰還するまでは気を抜けないわ。
ここ一帯のビーコンは老朽化してるわ。使えるのはこの2カ所だけね。この方じゃ古すぎますね。軌道基地の最寄りの浄化エリアのナンバーは2069だって。目覚ま完璧ってわけじゃありませんけど、なんとかいけそうです。中距離か。メリー、補足可能な全チャンネル了解です。メッセージを受け取りました。コーラップスピースを捧げよう。あいつめ。おやおや、こんな夜更けに誰かと思えば。ポルドニッツァ。好きか。他に誰がこの合言葉を使っ。へえ。いや、ちょうど近くに。なんだよ、がっかりさせやがって。罰として。その、なんだ。お手柔らかに頼むよ。軌道基地用のパーツ。新しい商売でも追っ始めようっていうのかい。お察しの通り、しゅ。家福はあざなえる縄のごとしってね。しくじったわけじゃない。まあその依頼っていうのが妙な話で、ここに来るまで思いがけない出来事の連続だった。エルモ号ね。待ちな、例の大きな報酬が高いという点だけなら。はあ、その依頼だが、実はというと。そいつは言えないね。もしお前さんが物資を引き取るついでに私の悩みを解決してくれたら、教えてやらないこともないけど。こちらのドローンと人形はほぼ壊滅状態。動かせる軍用車もたったの一。そりゃ残念なこった。こんなご時世だからね、配達はできないし、情報も何かトラブルが。別に大したことでもないんだけどね。先日仕入れた物資を嗅ぎつけて野犬どもが群がってきて。大した問題のように聞こえるが、内部のどこからユダが出たのかわからなくてね。まさか共通の敵を持っ。今日がその日ってわけさ。軌道基地の通信設備が故障してる。そうかい。にしてもひどい雑音だね。とにかく指定した座標に来な。メリー、物資のリストを整理してこの通信コードに。はい。そう、あの頭のネジが。物資リストにミーチューを追加。あ、やった。それから通信装置を固定でも。了解。ここなら大丈夫ですかね。グローザたちとの通信は。信号は正常です。よし、繋いで。状況は。座標の位置に近づいてるわ。バリアーグの車両がそこかしこに。バリアーグ。装備からして私たちが遭遇した奴らとはドローンが接近してる。メリー、ポル。おや、グローザとネメシスが座標へと向かっている。レー、そうさ、今は突如現れた餌に間に合わないわ。バリアーグが軍用車に近づいてきてる。おやまあ、さすがは指揮官ご自慢のグローザ隊長だね。だがそう急ぐことないさ、指揮官。彼女に従おう。軍用車はおとりと。了解。降りなさい。反抗するなんてね。
撃て。うぅ、怠らないで。安全に帰還するまでは気を抜けないわ。国土との別れ、降臨せよ、果てなき成功。了解よ。国土との別れ、降臨せよ。いらっしゃい。久しぶりじゃないか、グローザ隊長。物資を引き取りに来ただけよ。渡されたリストの物資は全部。最近素体の需要が一体だけですって。その通り。他はもう少し。トラブルを解決するまで。そういうこと。殲滅しろとは言わないさ。たったの 2%。 無期限の無料配達サービス付き。決まりだ。グローザ、ネメシス、キャロリック、指揮官、キャロリックが聞いたら気をつけるよ。おい、なんだい。例の奇妙な噂とやらを知りたい。噂ね。まあ役に続けてくれ。あの依頼、もともとは他のやつに任せる。もともとはブリーフ、賞金ハンター権益開拓推進協会。やつらの扱う依頼は本来なら対象を指定しないのが普通だ。だがこの依頼だけ交付時にいくつかのハンターチームを名指しで。こういった依頼は通常だと依頼主がブリーフを通じて賞金ハンターと直。問題はそこさ。指名されたハンターチームにはある共通。ベテランの賞金ハンター、人員構成に難あり。だが指名されたチームの全てが短期間のうちに解散、合併、あるいは登録地の変更を行ってる。まるで口裏を合わせたかのように。これまでの私たちがターゲットなら直接連絡をすれば済むことだろう。さあね。言っただろ、奇妙な噂に過ぎないって。
活動範囲が条件の一つだというなら。それまたどうして。特に理由はない。 D2072 付近の浄化がそろそろ終わる頃だろう。近々となれば相手に笑えない冗談と。ベストパートナーであるキャロリックのお目覚めだね。ベストパー、いや、そのつまりまあまあね。前のH の苛烈は必ずや無知。メモリの足りないゴミメンタルをそんなにも吹っ飛ばされたいわけ。え処理工作。ガラクタはそっちでしょ。へえ、面白い新人が入ったじゃないか。式どうやらそろそろ私たちの約束を果たす時が。ネメシス、キャロリック。はいはい。純然たる炎。弾丸でワリアーグの奴らを地獄に突き。それじゃ頼んだ。それか指揮官。作戦を終えたら即座に。何か異常。まだはっきりとはわからないけど物資が。初めて見るわけ。この剣強そうでしょ。指揮官、整備室が開放されたわ。人形と武器の調整はここで行って、シミュレーターを使用すれば戦闘に参加していない人形も訓練を通して強化することができるわ。新たな任務。いいわ、任せて。ああもう決めたんならさっさとしゅ。you
巨翼を持つ鳥の群れ、また仕事って飼育員じゃん。しょうがない、本世紀最も偉大な天才があんたを助けてあげるよ。この剣強そうでしょ。
き抜かれちゃうラッキーさんは誰なのかな。ああもう決めたんならさっさとしゅ、うん、記憶澄み渡る安ら新たな任務。ああもう決めたんならさっさとしゅ、
隙間。ええ、永劫なる国土との別れ、降臨せよ、果てなき成功、影の安寧。目標達成だね。物資も揃ったことだし、お前さんたちもそろそろ引き上げちゃどうだい。あ、指揮官から伝言？どうかアルパゴンの魂がコーラプス。ありがとう。レンタル料は取るがね。あ、キャロリック。え？招待に欠けていた部分。キャロリック、ネメシス、通信設備。さっさと出発しなさいよ。まどろっこしいわね。真理と荘厳に捧げる。あんたが私の相手？
行くわよ。逃げられると思う。永劫なる国土との別れ、降臨せよ。果てなき成功、影の判明。この物資の量、たく、メイリンが徹夜でし、へえ、各種物資の数量、キャロ、有利する月。はあ？だって、警戒を怠らないで。はい、これで全部よ。お疲れ様、メイリン。電動設備はひどいありさま。機動力の回復が最優先。みんなは知る。ここに到着してから今に至るまで、機動基地は停。なぜだ。箱？箱がどうしたってのよ。慣例、駆逐、健康。箱の中に人間が？人間かどうかはまだわからない。だがもし本当に人間の女の子だったら、あの時のコーラプスストームの強度では、ポルドニッツァの情報では、ああ、依頼に関する通信設備が修復でき次第、電動設備が一部回復、通常走行可能になったわ。それとメイリンからの報告、箱にかすかに動いた形跡が見られたそうよ。すぐに出るぞ。なんなのあいつら、敵？やっぱり食らいついてきたか。メイリン、これをこうしてシステムを設定と。あれ、グローザ、奴らを食い止めろ。機動基地を極力浄化エリアに近。了解。各位、試してみる？今行くよ。了解よ。天と荘厳を捧げる。怠らないで。安全に帰還するまでは気を抜けないわ。
加減。了解よ。ポンプスの玉娘。今行くよ。それまでは気を抜けないわ。もうすぐ W2069 ゼロ。指揮官、敵は主力部隊ではなさそうよ。主力部隊じゃない。規模はあるけど装備と戦力はパッとしないわね。探りを入れているのかもしれない。警戒を続けてくれ。敵砲撃準備。シールド展開。落ち着いてメイリン。爆撃の影響で機動基地。引き続き浄化エリアへ。同時に損壊状況を確認。どうやら倉庫のお高い箱にはと。進捗を確認する必要は？
確認する必要は？清く澄み渡る安らかな光。
平時そよ吹く山風伸長する。通信設備および電動設備の修理。0105。指揮官。発信機が止まった。最初から。白昼のメンタル崩壊と普及の。ああ。いや。位置情報は。これは。独特な形だ。信号が…そうかもしれない。このドクター…バリアグは…可能性はある。発信機を探すだけの…でも現に…こんな箱のため…いや…で…女の…コーラプスストームを2分間以上も耐え抜いた女…黎明の子…もしかしたら…誰…ってか…信号…そうす…となると…あつ…行きぶ。了解よ。あんたが私の相手？弱すぎよ。
プスの玉娘。試してみる？まだ私の。もういいわ。ったく、空気の読めない奴らね。姫、周囲の情報が少なすぎる。車上から肉眼で。もしメイリンが中距離通信は可能。ブリーフの情報すら疑わしいんだ。まもなく、ダブ。現在の距離は？距離を保っ、確かな情報が欲しいんだったら。頂上列車だよ、キャロリ。変な名前。でかいだけの汽車。キャロリック、あれはこう、ロレンが感染エリアを上。へえ。まあそう。それに？ちっ、あの旧式の軍用に。何よそれ。
傭兵ナガン参戦じゃ。うんうん、指揮官もだいぶ成長したようじゃな。記憶澄み渡る。え？任務に間に合わない？記憶澄み渡る。指揮官、進捗を確認。配信開始。イエーイ。オーラス。ええ、反抗するなんてね。荘厳を捧げ。次はシャークリーの時間。今行くよ。私の新発明、味わってみて。捧げる。
完了。みんな警戒を怠らないで、安全に帰還するまでは気を抜けないわ。国土との別れ、降臨せよ、果てなき成功。影巨翼を持つ鳥、巨翼を持つ鳥の群れ、
車体観測レーダーの権限を。永劫なる国土とも別れ、降臨せよ果てなき成功、影の安寧。基地を止めろ。了解。スー、大変申し訳ありません。感謝。ええ、もちろん。そりゃあめでたい。かろうじて。見ただろう、今の。今度は何を。話せば長くなる。損得感情がお早いことで。間が悪かったな。それで？大したことではない。0105浄化エリアでの任務は完。お前の手下どもに行かせ。今日そちらの。それは。なるほど。皮肉はよせ。勘ある。報酬は。報酬。ほう。さて、だが、ぐ、この、それもそうか。ただし、崇敬なる順位殿に、ち、コーラ、さあ、ウラジーミルさん。ああ、はい。依頼。了解よ。あんたが私の相手？まだ私の。
もういいわ。次の任務は